次のお話、講演を始めさせていただきたいと思います。あのこちらはあのプログラムの通りハンガリーの詩人と戦争というテーマであの大阪大学ハンガリー語専攻の岡本真理教授にお話をいただきます。私は,あの、はい、私はリストハンガリー文化センターのナジアニタと申します。 えっと本日、岡本先生をこう大阪からあの迎えることができて大変嬉しく思います。実はあの日本であの大阪大学のみで選考としてハンガリー語を選ぶことができますのでそのハンガリーの言語と文学の研究者でいらっしゃる岡本先生にあの今日、このテーマでお話をいただきますどうぞおお聞きくくださいいいよろしくお願いいたし願たます。 こんにちは。あの、大阪大学の岡本と申します。えっと今日はお腹朝からすごい雨が降って皆さんね。出かけてくるの大変だったと思いますが、こうしてあの足を運んでいただいて本当にありがとうございます。えー、あの、ここにありますように。ハンガリー詩人と戦争。ちょっと今年はどうしてもはね。私たちあのえっ、ー、と。あの？ もう日常の生活の中で、あの戦争のことをもう世界中の人がね。私たち日本人も含めて考えざるを得ない。そのような状況になってきてで、私もこうちょっとふっとそのハンガリー文学と戦争の関係というのは何だろう？っていうようなことをま考え始めるようになりました。え、それでまあハンガリー文学、それからハンガリーの詩っていうのは、まあなかなかまだまだ日本で知られていませんので、あのその紹介ということで、あのハンガリーの。 まあ、とっても有名な代表的な詩人3人を今日は、えっと、ご紹介する中でちょっと戦争とその、えっと、ハンガリー特にハンガリー人としてのアイデンティティと戦争の関係というのをちょっとご紹介したいと思っています。 えーとここにありますようにこの3人の、えー、と詩人です、まあ、古い順に言いますとこのペトトフィー左側ですねですか真ん中のアディそれからラドノーティというこの3人の詩人になります、えー、とこの3人の詩人はもうそれぞれあの違う時代に生きていて違う戦争にま巻き込まれる運命にありました。 あの最初のペトゥフィーというのは19世紀ですのでまだハプスブルク帝国の支配下にあったハンガリーで独立戦争にえとまああの関わった詩人です。えー、真ん中のアディは第一次世界大戦の時に生きた詩人で最後のラドノーティは第二次世界大戦。えー、ということでみんな違う時代なんですがえと共通していることがあって。 あのそれは3人ともすごく強いハンガリー人というアイデンティティをの意識をあの持ち続けていました。えそれとあとはあの戦争の中で命を落とすかもしくは戦争のまあ、直後に命を落とすえというまあ、そういう共通点があります。 でまあ、その彼らが戦争にどう関わって、まあ、その結果どういう運命になったのかそれぞれの3人について、えー、と作品と生涯をご紹介しながら、えー、ちょっと今日はお話をさせていただきたいと思います。えー、でまず最初にこのペトゥフィーですがペトゥフィー・シャンドルという名前です。あハンガリ語は最初に名字で後ろ名前日本語と同じ順,順番になっています。えー、なんで名字ペトゥフィーです。えーがえー、と実は今年あの生誕200周年誕周 ということあなぜ23年なのに生誕200周年なのってちょっとややこしい話なんですが1823年1月1日生まれなんですね。 ただ、どうも本人が1月1日って言ってるだけでどうも2、3日前に生まれているらしい当時はあの市役所の届け出とかなくて教会の洗礼の記録だけですから,からはっきりしたことがちょっとわからないということでどうも2年間にまたがって丸2年今年ハンガリーでは盛大なこの、えっと、ペトフィーの生誕200周年のさまざまなイベントが催されています。そ、えー、それれでで、まあのペトフィーなんですけれどもえー、と えとこのペトフィ・シャンドルっていうのはその23年1月1日ですねまだ当時ハ,スハプスブルクの帝国の一部であったんですけどハンガリーの大平原で小さな町の肉屋の長男として生まれましたで、えーとまあ、今日ペトフィはハンガリーの国民詩人としてまず最初に挙げられるんですけども実はスロバキア系の出自を持っていて、えー、お父さんの名前はスラブ系のペトロビッチっていう名前でした。 でお母さんに至ってはんかったといいうふうにも言われていますで、そんなペトゥフィーなんですけれども、えーとまあ、最初に詩を発表した時まだペトロビッチを名乗っていたんですけどもその後、えっと、自分であの、えっと、ペトゥフィーというこのハンガリー語風の名前に変えます当時ハンガリーのナショナリズムの機運がすごく高まっている時代でしたそしてペトゥフィっていう名前で、えっと、どんどんと詩を発表します。 でこのペトゥーフィの詩の言葉っていうのは、まあ、それまでの、えっと、こう詩人たちとはみんな貴族で教養あるまあ人たちでとても難解重厚なスタイルで詩を書いていたんですがペトゥーフィはこう日常に話されるようなとっても素朴な言葉を使って、まあ、ちょうどまるで農村で伝承されてるこの民謡ですよねそのようなリズムを持っていました。でテーマはそういうい 大平原で生きる人々の暮らしとか自分の恋愛であるとかそういうものを書くんですが当時のハンガリー人の心にすごいストレートに突き刺さるような詩でたちまち国中から人気を得ました。 えですけどまあこの彼がまあ今日ハンガリーで国民詩人と言われているのは何といってもまあ革命とそれから戦争ですねその民族の独立をあの目指す戦争ですねその中でまあ人々を鼓舞したというその役割にあります。えー、まあ彼のその目的っていうのはは一つは 王政を倒して、えー、まあ封建的な身分社会を終わらせてそしてまあ自由平等の社会を実現するということで,でもう一つはハプスブルグ帝国からハンガリー民族の独立を果たす、えっと、この二つが目的だったわけです。でえっと、今日は、えっと いくつか二、えー、つぐらいですね、えっと、ペットフィーの詩を紹介してみたいと思います、えっと、それぞれちょっと私の、えっと、和訳なんですけれども、えっと、せっかくなので、えっと、最初のこの19世紀の詩人たちっていうこの詩をあのハンガリー語のところをあの本当のハンガリー人である文化センターのナジ、えー、アニタさんにちょっとね朗読し,していただいてハンガリー語の響きというのをちょっと味わっていただければなというふうに思いますあそれでは 最初にこの詩っていうのはどういう内容かというとあの詩人の役割は個人的な恋愛などを歌うことではないそんなやつは詩を書く資格はないとやめてしまえで詩人の使命というのは、えー、と松明を手にまるで、まあ、かつてモーゼが民衆を火あの,カナンの土地に、えー、と導いたように民衆を導くことだと言っていますでその中の一節がこちらにあるんですけれどもえそしたらちょっと兄田さんにお願いしましょう。 Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljuk, mert itt van már a Kánaán. 素敵なハンガリー語の響きをね味わっていただけたと思います。えー、と内容はいかがでしょうか最初ねもし皆が平等にゆか豊かさというかごから取り分けられるなら、まあ、つまり貧富の差の解消ということですよね、えー、そして、えー、もし皆が平等に法のテーブルにつくことができるのなら法のもとの平等、えー、それから、えー、と全ての家の窓辺に精神の光が差し込む、ね、に輝くなら、まあ、要は、えー、と教育とか、まあ、文化 文化的生活を享受する権利そういったものが揃えば私たちはもうカナンにたどり着いた、えー、ですね、えー、っと,というふうに言うことができる。 えっと言ってるように、えっと、ここに表れているそのペトフィンの首脳精神というのは本当にすごく現代的だと私は感じていまして、まあ、ちょうどこの彼の100年後、ねえっと、1900年代に入ってからの例えば第二次世界大戦後の世界人権宣言とか日本,の日本国憲法であるとかそういう中で言われている精神と全く重なるもので。 でまた私たち今 21, 21世紀ですけれどもそれでもまだまだ全然成し遂げられていない課題のままであるっていうようなことを、えー、と私はこう強く感じております、えー、ではもう一つの詩を紹介しましょう「えー、とあ,る思いある思いが私を苦しめる」っていうのですけれども、えー、とこの詩の中でペトゥフィは「まあ、自分はベッドの上でゆっくり花が枯れていくように死んでいくのは嫌だ」 神をどうかそのような死を私に与えないでくれたまえそれから落雷で稲妻がこう木の幹をこうは走り抜けるようにとか石臼が山から谷へ轟音を出しながら転が,ち転がり落ちるように私は死にたいっていうふうに、えっと、こんなふうに言っていますそしてまあその続きなんですけどこのように言っていますもしあらゆる霊の民が 首きにつながれるのはもうまっぴらだと、顔を蒸気させて戦いに臨み、世界に自由をの合言葉を赤い旗に掲げ上げ、東から西までこの言葉を張り叫び、とどかせたら、そして暴君が彼らに襲いかかってきたなら、僕はそこで命を落とそう、戦いの地でこの心臓から若き血潮を流そう。 えー、こんなふうに自分はもうこの、えー、と世界の自由ハンガリー人だけではなくもう、えー、と諸民族ですよねの、えー、と自由を求める戦争の中で自分は命を落とすということを、えー、と言っています。えー、それでこの1848年ペトヒの、えー、と時代ですけども、まあ、ヨーロッパ中にこの身分の平等や 民族独立を求める革命がもう炎のような勢いでヨーロッパ中に広がりますこれをまあ俗に諸,諸国民の春というふうに呼ばれていますでハンガリーでも3月15日にハプスブルクからの独立とか身分制度の廃止自由平等えこういうのを求めて群衆がデモを起こしてそしてペトゥフィはその、えっと、革命の死をもって自分の死をもって民衆の先頭に立ちましたまさに自分の死の中で言っている通りになりました そしてその後ハンガリーは独立をまあ阻止しようとするその帝国側と激しい長い戦争状態に入ってペトフィは今度はハンガリー国民軍に志願して戦場に行きそしてそのまま26歳の若さで命を落としましまた戦場で戦って死んでそしてその後ま遺体も見つからなかった。 そういったまあ彼の運命というのを実はもう彼は自分の詩の中で繰り返し予言をしていました他の死でも例えば人類のために死ねるのは何と幸せなことか何と美しい死かであるとか祖国のために死ぬことがこの世で最大の幸せだ。 であるとかまあ、自分は死,死,を死んでも何も自分は報われないけれどもいつか子孫が僕たちの墓,場に墓の前にひざまずいて祈りながらその僕たちの名前を呼んでくれるだろうといったように、まあ、たくさんの詩の中でも同じように自分の戦争とその中の、ね、における死っていうものを予言をしていました。 えまあ、その自由を勝ち取るためにはもう命を捧げるべきでそれもできないのは弱虫だみたいな感じですよね卑怯者だというのはどう,いうふうに断罪する頃に、まあ、そのぐらいの勢いで死、まあの直前まで戦場でも多くの詩を書いてそしてまあ最後までまっすぐで本当なんか迷いがないというなんかそういう感じで一直線に行動していった、まあ、そういう詩人でした。 で今度は二人目の詩人アディ・エンドレをご紹介したいと思います。ちょっと時代背景なんですけども今のペトゥフィー、ね、の死からまあ、間もなくハンガリーはこの独立戦争に敗れますでまたハ,ンガハプスブルク帝国の支配下に戻ります。 でまあ、その後、えー、とオーストラリア・ハンガリー二重帝国というふうに形を変えましてこれが第一次世界大戦が終わるまでこの帝国が、えー、と続きます。でアディエンドレはそのような時代に、えー、生まれました。 今ルーマニアにもなりましたが当時ハンガリーだったトランシルバニア地方というところの小さな村で生まれてその後新聞記者になって活躍しますでま彼は、ま、ジャーナリストかつ詩人という、ま、その目で当時の世紀末から、えー、と世紀20世紀頭の世紀転換期ですねこのハンガリーが、ま、抱えるさまざまな深刻な社会問題というものを見つめていました。ま、都市は繁栄して す、ねえっと、すごく光という感じですねそれに対して農村というのはもう貧困祈願に苦しむ影というこのような大きなギャップであるとかそれからまあ政治ではもうずっと保守的なハンガリー貴族たちが勢力を占めて、まあ、封建的な社会を全然変革することもないし普通選挙制度などもあの導入しようなんてことはマピラで反対します。 えー、そして偏僑なのはハンガリーナショナリズムがこの国内で強まってまた反ユダヤ主義というものも顕在化していきましたで国内にはえと少数民族はたくさんいたんですけどもハンガリーの中にスロバキア人、まあ、セルビア人ルーマニア人クロアチア人とかですね、えー、とそのような少数民族っていうのはこう自治権を要求するんですけどもそれはもうかくなに拒絶して。 まあ彼らを陥げるまあそのような政治がえはハンガリーでは行われていましたえそれでそんな中アディはえっとパリに愛人がまあ住んでいてその愛人を頼ってパリとハンガリーの間を行ったり来たりする生活をまあ10年近く続けましたでその中でまあこのハンガリーの皇親性というものをまあ強烈に批判して でもハンガリー人であることに劣等感を持って自己批判を強く持ちますしかし同時にそこからはもう絶対に逃れられない自分はそれでもなおハンガリー人であるという強い自覚を持っていて実はハンガリーの強い愛国心を持っていました。 ねハンガリーあアディの詩っていうのは象徴主義と言われる、えー、とスタイルなんですけれども、えー、彼は自分の詩の中で、えー、と自分自身のことを、えー、高く投げられられた石とかそれからハンガリーのことを、えー、とまあ雑草やつるだらけの荒野ってこんなふうに、えー、と比喩をしていますまあ高く投げられられた石っていうのはこうまっすぐこう高くあの真上に、えー、と石を投げるとまあそれが高い塔をつまり、えー、と 西ヨーロッパとかの先進的な社会文化をもう眺めてで目をくらませてしかしその後また重力で下に落ちてきて結局そのハンガリーの大地に思いっきりぶつかって落ちてしまうっていうそういう意思に自分を例えたりえそれからそのつる、まあ、だらけ雑草だらけの荒野っていうのは、まあ、その大地が結局そのもう雑草の下にずっと眠り続けて起きない。 とことですね、そしてその上をまあ風が高笑いをするだけで吹きすさんでいくっていう、えっと、そんなふうに表現していますそれから自分自身をハンガリーのメシアつまりま救世主ですねでありたいとまあ本当に強く願うんですけども、まあ、彼はハンガリーの救世主という詩の中では、まあ、ここはハンガリーはですよね涙よりも死をからく苦しみも違う千回死んでも報われない ハンガリーのメシアは何一つ行動を起こせないというふうに自分の無意さというものを嘆きますえそ,でまあそ,のそのような案がアディなんですけれどもちょっと戦争の関わりで、えー、この三つ詩をご紹介したいと思いますえ1914年などこの第一次世界大戦勃発します、えー、そうするとハンガリーではこの二重帝国の存続をかけた戦いにもう人々が熱狂します えー、もア,アディは開戦当初からこの戦争には批判的でした、えー、彼の,その反戦思想平和主義っていうものはこれでハンガリー社会では大変な批判の矢面に立たされますで、えー、と対戦の4年間、えー、結局彼は詩をどこにも発表することができずに詩集も終戦まで、えー、と出版できなくなりました でですのでそ思索っていう詩人のこう唯一の武器心の声を上げるです、ねえっと、それを奪われたアディなんですけれども、えっと、彼は戦争で諸民族が世界大戦ですね諸民族が互いを傷つけ合っている世界とかそれから自分の愛しているこのハンガリー民族ハンガリーの人々がこうすごい厳しい戦況の中でも逃げ惑うというひど悲劇というのを目の当たりにして、まあ、詩を読み続けます。 でここに紹介したいのは「えー、と道に迷った馬乗り」それから「雪の下の種」「非人間性の中の人間」っていうこの3つの詩なんですが、えー、最初のこの「道に迷った馬乗り」の「馬乗り」っていうのはハンガリーっていうのは実はあの、まあ、元騎馬民族で馬に乗ってまあヨーロッパにやってきた1,000年前にですねですのでこう馬乗りっていうのはこれはまあハンガリー人というものをあの象徴している、えー、わけなんですけれども。 えっとこの詩の中ではアディはこんなふうに言っています「深い森の中でさまよう馬乗りの足音だけが聞こえる晩秋の霧に包まれて太陽も家の光も見えない先のまあ見えないこう希望の見えないね希望の光を失った時代ですよね。 でまあ、今言ったようにその馬乗のりというのはこの波乱の歴史の中のもうどうなるかわからないハンガリー民族の、ねえー、と様子もしくはもうちょっと拡大解釈しなくて本当に世界大戦の中で手探り状態に陥ってしまっている、まあ、世界中のでも人類すべてそれを指すというふうに解釈することもできます。そして2番目のこの雪の下ののこ雪下種というももなんですけれども、えーと ちょっと紹介しますと、これはまあ一部ですけれども、あのこの詩の中でまあ、アディはその戦争が始まっても、まあ、ハンガリー。ではもう人々はすごい。好戦的ムードなんですよね。えー、けども、この戦争はもう間違いであると最初から言っていて、やがてこれハンガリーはいつか？もう代償を支払うべき時がやってくるっていうことを言っていますえー、それでまあこの中の抜粋ちょっとご紹介しますとこういう感じです。 やがて敗北と勝利にまみれた大地で混沌の中から叫び声が聞こえるだろうあるいは私自身が叫び声を上げて皆に聞かせるだろう誇り高き人類を待っているがよい美しい夢を見るがよい希望の光を失った愛すべきハンガリー人たちを生命と復活の永遠なる掟がやがてお前たちを呼ぶだろう えーまあ、こんなふうにですね、えーとまあ、私は今はもう何もできず耐え忍ぶしかない、まあ、雪の下の種ですよね、えー、けれども時が来れば詩人として自分はまあ可能な限り未来への希望を叫びたいで人類を今はまあ眠りながら待っているんだ愛すべきハンガリーの人々も必ず復活の時がやってくるっていうこういうことを、えー、とここで、えー、彼は述べています。 えまた3つ目の非人間性の中の人間っていう、えー、っと C なんですが、これはこんな感じです。え私の心臓は重症で打ち砕かれ、この目は数多の恐怖にひんむかれた、この喉元には沈黙の悪魔が取り付き、 この脳髄は狂気に襲われた長い戦争の中で自分自身が、えー、と肉体的にも彼は病に侵されていたというのはありますし肉体的にも精神的にもどんどんとそのこうえぐられるようにあの傷ついていってるというこの自分自身ですねを表していますけれどもその後でそれでもさ立ち上がり進め私の力よお前は再びこの大地から始めるのだ私は再び生きて 他ののの者たちに叫ぶ非人間性の中の人間間性中だかと,、えっとこういうふうに、えー、このようなもう世界が非人間性を支配しているで、ね、に支配されているっていうこの時代に人間性を失わないでいるっていうことを、まあ、ここで宣言しているわけですね。えそれでまあ先ほど言いましたようにそのアディはもうちょっと病気がひどくなっていて自分自身は戦争に行くこともありませんでした。 けど第一次世界大戦というのは毒ガスとか化学兵器や戦車とか史上かつてない規模の犠牲者を生んでいるそのような戦争の光景に深く傷つきながらも自分は何もできないというので苦しみましたしかし人類は決して人間性を捨てることはなくていつか必ず立ち上がって前へ進むだろう平和を再構築するのだというそういう希望をずっと強く心に持っていました でえー、とこの第一次世界大戦もその戦争の終わりの頃になると諸、えー、民族はこハンガリー王国の中からも独立を目指して独立宣言、離脱宣言をしていきます。えー、例えば、えー、とこれによってチェコ、スロバキアという新しい国家ができまた南スラブ王国セルビア、クロアチアとかですねという新しい、えー、と国家ができていきます。 でハンガリーでも革命が起こって、えっと、王政ではなくて今度は民主制の共和国というのを宣言します。てこの新しい民主共和国でアディのこのカリスマ的な存在っていうのがまた再び求められるようになるんですが彼の病状もすでにその頃には末期的で、まあ、この終戦からわずか3ヶ月で、えっと、彼はもう死去しました。 それで、まあ、その後のちょっと、まあ、ハンガリーの紆余曲折の、まあ、ちょっと歴史を簡単に紹介しますけれども、まあ、このアディです、ね、が亡くなった,亡くなった後その民主共和国っていうのは、まあ、なんと5ヶ月という短い期間で終わってしまいます。 でと翌年1999年になると今度は労働者、労民らがこう後押しをしてこのさらに急進的な共産主義革命が起こってハンガリーソビエト共和国っていうのが誕生しますえしかしこの政権もまた短命で、まあ、半年もたず夏になるともう打倒されてその後は何があったかというとこ王がいない王国というものが戻ってきて復活をします。 ま要はもうこの人々はもう右へ左へもう明日の我が身もわからないというまそういう状態にも政治的混乱と生活の困窮というものに苦しみました。 えー、そしてもう翌年1920年になると,、えー、と今度はその一第一次世界大戦の戦勝国によって、えー、とハンガリーは、えー、と領土の3分の2をこう分割、えー、と取りのあのわ分けられてあの割譲されてなくしてしまうんですね3分の1になってしまうんですよね。 でこういったのは同時にハンガリー人の多くが国境の今度は外に取り残されてしまってそしてかつてハンガリーの中で少数民族だった人たちが作った新しい国家の中で今度はハンガリー人がそこの少数民族になるっていう、えっと、そういう逆転が起こりますそしてまあハンガリーはこの民族の分断という時代を迎えますえ、まあ、それからまた時間が流れて1930年代になると今度はドイツでナチス政権が台頭します。 でそうするとハンガリーはこの自分の失われた領土を取り戻すチャンスだという希望をこれ抱かせるわけですね。そして今度ハンガリーには真のチス政権が誕生して実質的にドイツ占領下に入っていきます。それで今日最後の3人目の詩人をご紹介したいと思うんですけれどもラドノ・ティミクローシュと言います。 えーとまあ、彼は今のような、ね、時代に生きて、えー、と彼はユダヤ人の出自で第二次世界大戦のハンガリーでユダヤ人の虐殺いわゆるホロコーストですがその犠牲者となった詩人です、えー、当時ハンガリーのユダヤ人というのは約80万人いたとされています で首都のブタペストなんかでは特にユダヤ人というのはさまざまな産業分野ですごい重要な役割を果たしていました、まあ、製粉であるとか製鉄紡績金融などの分野ですねそのように経済を支えると同時にまた学術芸術の分野でも科学者や社会学者医者作家音楽家、えー、という、まあ、そういう分野で多くのユダヤ人が目覚ましい才能を開花させていました。 でその多くのユダヤ人っていうのは実は他のハンガリー人と同じように生まれた時からハンガリー語を母語として話していてそしてまたユダヤ的な、まあ、名字ですね姓を、えー、とこれをハンガリー的な性に改名、えー、するであるとかそれから宗教もユダヤ教から、えー、とキリスト教に改宗するっていうそういう人が大変多くありましたまあこういった言語も名前も宗教もいずれもハンガリー的なもの ですねにまあ、それこそ自主的に乗り換えていってそのユダヤっていう、まあ、人種的なアイデンティティよりも個人的で文化的なハンガリーアイデンティティを身につけてハンガリー社会の中にえ溶け込もうとするえとそういったユダヤ人が多かったんですね。えしかし、まあ、あのナチスの、えー、と反ユダヤ政策ですよねこれじわじわとこうハンガリーに広がってきました。 最初は例えば大学進学者の人数制限であるとか国家公務員採用の制限だこんなでユダヤ人が人数制限されるなどそういうのに始まってやがて、まあ、ユダヤ人をあの強制労働キャンプに招集して酷使するであるとか。 えー、それからまあ最後、まあ、戦争末期になるとハンガリーではファシスト政権ができるんですがそうなると今度はユダヤ人はみんな黄色いダビデの星っていうのをう、えー、と身につけることをこう強要されてそれからゲットに集,、ま、集められて住まわされたりそして最後に多くの人をアウシュビッツや他の強制収容所に送り込む、えー、ということになりました。 この結果80万人いたハン,ガリーハンガリーのユダヤ人のうち戦後まで生き残ったのはわずか20万人に過ぎなかったですねこのような時代なんですがこのラドノーティっていうのはその当時の多くのユダヤ人が同じようにあったようにその生まれた時からハンガリー語を母語としていました。 それから10代の時にはキリスト教に傾倒していてそして大人になったらその自分の個人的な考えでキリストユダヤ教からキリスト教に改宗をしていますさらに名前もユダヤ系のグラッテルっていう名前だったんですけどハンガリー風のラドノーティっていう名前を自分で選んで解明をしていますつまりハンガリー語を愛してハンガリー詩人であるっていう強いこの自覚を持っていたんですよね でえー、と自分の,その自身のアイデンティティについてはだからもうユダヤ系とかいうことをもうほとんど考えることなくむしろ彼にとってのアイデンティティの問題っていうのはもっと個人的な生い立ちの問題が、えー、と大変彼を苦しめていました。 えーと彼はその12歳の時に父親を亡くすんですけれどもその時に初めて、えー、と実は母親が本当の母親ではなく実は本当の母親は、えー、と自分が生まれた時に死んだっていうことでしかも自分は双子であってその双子のもう一人の兄弟も母親と一緒に出,のその出産の時に死んだっていう事実を、えー、と全部同時に知ることに、えー、となります。 えっとこうしてこう孤独であるとか自分だけが生き残ったっていう罪悪感ですねこれに苦しめられると同時にやはり生きることの素晴らしさ美しさ愛しさっていうものをこう感じるこのアンビバレントな感情っていうこの,あの詩に読んでいます。で今日は戦争というテーマですその戦争に関するこの詩ということでこのえっと3つですねをえっとちょっと紹介したいと思います。 えっと一つ目のこの私にはわからないっていう詩なんですがこれはまあこういう感じの内容ですえ私にはわからないこの故郷の景色が他人には何を意味するのか空高く飛ぶ飛行機からは単なる地図だが私にはバッタや牛や農家が見える上空からは標的となる鉄道や工場であるが私にはそこで汗して働く人々や 子供たちに囲まれた鉄道員の姿が見える。墓場ですすり泣く老婆たちの姿や公園の恋人たちの面影も見える、まあ、というふうに今続いていくんですけれども要はこの大量破壊兵器がこう もう空の上からですよねもう人間のささやかで大事だった日常っていうのをこう破壊してしまうっていうこの戦争の非人間性非人道性というものですよね彼はこの詩の中で描いていてそして生きている人々への温かい眼差しっていうのを読み取ることができると思います。 それから2つ目の「妻への手紙」それから「強制行進」というものなんですけどもこの2つの詩を彼は強制労働キャンプいわゆるラーゲルというところですがそこで書きました。彼はその強制労働に3回繰り返し召集されて、まあ、劣悪な環境の中 佐藤工場とか建設現場とかそういうところで働かされて最後はセルビアの銅山ですね鉱山で働かされた強制労働をしたんですけれども、えーとまあ、あの戦争末期になると、まあ、ナチス軍がだんだん劣勢に立たされてそして退却していくんですけれども。 その時にそのユダヤ人に銃をまあ向けながら徒歩で移動させる死の行進というふうに言われますがラドノーティもそれでそのセルビアの道鉱山で,すねで働いていたんですがそこから数百キロのまあ皇帝を歩かされ徒歩でそしてハンガリー過ぎてまあオーストリアの国境近くまで来た時に力尽きて銃殺されました。 で戦争の後に、まあえーとまあ、埋められた、ね、そのユダヤ人たちがまた、まあ、一度掘り起こされて栽培をされるんですけどもその時に彼のコートの内側から小さなメモ帳が、えー、と発見されたんですけども、まあ、彼はその死の行進の間もずっとその最後の時までそのメモ帳に詩を、えー、と書き続けていました。 でこの、えー、妻へのあすみませんこれと妻への手紙、えー、という最初の、えー、あ二番目のねこのえっ、ー、と詩ですけれどもえっ、ー、とこれはえっ、ー、と彼が死ぬ前の二ヶ月前にえっ、ー、とこの労働強制労働キャンプでえっ、ー、と書いた詩ですえー、まあこんな内容です再びいつ君に会えるだろうかもうわからない君は聖書の言葉のように確かなものだった でも今はこのまぶたの裏に映るだけ空の青さを仰ぐ時君の瞳を思ったが今は曇り空から爆弾が降り注ぐそれでも私は生きて君のもとへ戻ろうとしている必要とあればこの身に魔法をかけて炎の中を駆け抜けてでも戻るつもりだ、まあ、こんなふうに、えー、とこの詩の中で言っています。 えー、それから、えー、と強制行進これは本当に強制行進が、まあ、始まった後秘密にですね書いていた詩なんですけれども、えー、とこの詩はちょっと長くなりますが、えー、と全部抜粋ではなく全体をちょっとご紹介したいと思います。えー「バカ者だ地面に崩れ落ちては起き上がりよろけながらまた進もうとするやつは痛むくるぶしと膝を動かしながらまた歩き出そうとする」。 まる塹壕に横たわっているわけにはいかない。なぜかって尋ねられたらそうしたら答えるだろう。妻が待っているからだと。もっとまともな死に方があるからだと。しかしお笑い草だ。だって故郷の家があった場所には塔の昔にただ風だけが吹きすさび。家の壁は剥がれ落ち桃の木は砕け折れ。 夜は恐怖に包まれている「ああ信じることができるなら大事なものはこの心の中にあるだけではなくまだ帰れる家が本当にあるのだと本当にそうであれば昔のように涼しいベランダの桃のジャムにのんびりとミツバがおど訪れ眠そうな庭に夏の終わりの静かな日がさし垣根の前では美しい妻が待っていて ゆっったりととと流れる朝の時にそっと影を落としている「いるいやきっと待っているに違いない今夜月はあんなにも丸いのだ友よ置いていかないでくれ声をかけてくれ起き上がるから」まあ、これは何千人という大人が一緒にあれですねあの移動していくわけですが、えー、とそのような中で彼がね、えー、と書いた詩です。 えー、ラドノーティはまあ他にもそのラーゲルからまあいくつもの詩を書いて妻に送りましたただしその妻からの手紙は一切受け取ることができなかったんですよねでと彼の詩を読むとこう疲労と絶望と死への恐怖っていうまあ極限状態の中にありながらもこう砕け散りそうな小さな希望を何度も何度もこう繰り返して拾い集めているっていうそういう様子が伝わります。 えー、我が家とそこに待っている、えー、妻まぶ、あ、たの裏に,裏に焼き付けるようにして、まあ、生きることを最後まで渇望したってそういう詩人の思いが伝わります。えーはい、そしてその、えーとまあ、3つの時代の3つの詩人を、ね、見てきましたちょっと簡単にまとめてみますと、まあ、共通しているのはハンガリー人として本当に強い意識を持っていたってこれなんですよね。 けどもそのどういうふうに戦争に向き合ったかというと、まあ、それぞれに異なりますえ最初のペットフィはハンガリー民族主義の延長線上に、えー、独裁者の圧線に苦しむ諸、まあ、民族の連帯っていうものを、ね、言っていますで自由独立のために命を犠牲することは最大の幸せということで戦いで死ぬことには迷いなく一直線でそのまま本当に、えー、と自分も戦いの中でね、えー、と亡くなってしまった、えー、そういう人生でした。 でアディ第一次世界大戦ですけども、えー、戦争で熱狂する、まあ、偏狂な当時のハンガリー民族主義というのに対して強烈に批判をして酒、まあ、すみ、ね、していました、えー、で同時にでも自分はもうハンガリー人であるもうどうこれだけはもう本当に否定できないという強烈なハンガリー人意識を持っていました。 で自分はまあ反戦平和のためには何もできない、ねえー、けども、えー、とそれでもこの疲弊していってるそのハンガリー人たちを目の当たりにしてそれを絶対救済するのだっていう、まあ、そういう強い使命を持ち続けていました。えー、最後のラドノーティは、えー、本人はもうハンガリー人ハンガリー語を愛するハンガリー詩人という,もうアイデンティティをすごく強く持っていました。 しかしまあユダヤ人というこの人種的レッテルというのは今度は自分の内からではなく外側から押されるような形でその自分の同胞であるハンガリー人の社会から排除されてそしてもうその命生命を否定されるっていうそういうふうな運命をねたどった。 こうしてまあこの3人の詩人っていうのはまあそれぞれの生涯と作品をね通してみるとそのハンガリー人のアイデンティティのあり方と戦争の関わり方っていうのはみんな時代によってもそれぞれに異なっていて三者三様っていうふうにもうまとめることができないといいますか、ね、えというふうに感じるんですけれども、ね、いかがでしょうか。 えー、そして、えー、と最後にですけれども、えー、とちょっとこのラドノーティの妻ですねたくさん詩に読まれたこのファンニっていうんですけどこのファンニについてちょっと紹介したいと思います。えー、と彼女は14歳の時に三つ上の17歳であったラドノーティと出会っています。 でラドノーティは35歳で、まあ、戦場で越して、えっと、銃殺され命を失うんですけれども、えっと、戦後は,このそれは戦前暮らして2人で暮らしていたブダペストの小さなアパートでその後なんと70年間1人で暮らしましたつまりラドノーティの人生の2倍の期間ですよね。 そして最後まで再婚することもなく、まあ、学校教師として細々と定年まで働いて戦後その夫について公の場で何か言うとか発言するっていうことは一切ありませんでしたそして戦後の長い社会主義の時代そして体制転換そして21世紀に入って20 2014年に101歳で亡くなっています。 えというふうにこの、まあ、戦争戦、えっと、前線に出ていって戦う男の人たちだけではなくその女,性、ね、女性の一生人生も、ね、ちろん子供とかもそうですけどもに対してその戦争が及ぼすものというものをこうちょっとこうもう何と言いますか言葉にならないような思いで私なんか、えー、っとこうう彼女の人生を見てしまうんですけれども、ね、いかがでしょうか。 ええー、ということで、はい、あの、今日はちょっとなかなかね、あの、ご紹介する機会のないハンガリーの詩人たちについて。えっ、ー、と、ご紹介いたしました。最後までご清聴ありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。<laughs> じゃあ、あの。 じゃああとちょっと数分あるようですのでもしよろしければあのちょっと感じたことであるとかちょっと聞いてみたいこととかもどんなことでも結構ですので何かあればどうぞお手を挙げてあはいありがとうございます。 ちょっとあの教えていただきたいところがあったんですが最初の詩人の,あのペトフィーの最初の,あの引用のところの下の方になんかこう言ってもいいもう止まってもいいとかなんかいうようなフレーズが下から3行目ぐらいですかねあったと思うんですがあの箇所っていうのはあのゲーテのファウストの有名な言葉の「のフェアバイレドドゥビストシューン」っていう「止まれお前は美しい」っていう。 そういうところから来てるのかなってちょっと思ったんです。が時代的にもちょうどファウストの時代かなと思ったんで。そういうなんかアリュージョンというか、そういうほのめかしみたいなものがあるのか、ちょっと聞きたいなとあ。ありがとうございます。あ、<laughs> すごい難しい質問で、ちょっと、うん、私わからないですが、ゲーテの中にそういった同じような。えっ、ーえー、と、なんですかね、そのまあ比喩の仕方というか、えー、メフィストフェレスに、はい、あの命を最後取られちゃうところで、はい、その。 満足して言ってしまう言葉がそれなんですよね、えー、その言葉を言った時には俺がお前の魂をもらってお前に動きに落ちるぞということで、えーえー、でまあ本当に、うん、魂を取られちゃうわけですが、えーえー、それあまり今有名な言葉なんで、えー、そこから来ているのかなと思ったんですがあ,あ,ありがとうございますすごい私も勉強になりました、えー、<laughs> 確かにゲーテはこれより、ね、ハピトフィルちょっと前でもうハンガリーにすごく影響を与えた指示でもちろんみんな翻訳も えっと、その当時からもされていましたからギット・ペトフィの頭の中にもそうやってあったのかなとも思いますしまあ、あとはやっぱモーゼがこう人からずっとこ,こに移動していくのでカナンの地に着いたから、まあ、そこで立ち止まってもよいっていう、まあ、そういう意味で言っているのかでも、ね、そういった同じような共通するようなですね ここで終着点だ、立ち止まっても良いっていうね、そういう風な表現があるってことですね。ありがとうございます。ねドイツ文学からのコメントありがとうございました。え他にどうでしょうか。あはいお願いします。あのハンガリー語最近ちょっと勉強始めたもんですから、あの興味を持って伺いました。あのえっ、ー、といろいろな国民であの。 死を重視する国民とそれほどでもない国民っていうのがあって多分日本人はそんなにあのしないわけではないですけど現代ではそれほど重視されてないような感じがあるんですが例えば身近なところではあの韓国とかロシアなんかではすごく詩が身近なものであるっていうふうに聞いてましてあのハンガリーに関しては例えば詩、うん、の教育を 子どもの頃からするとかあの詩集を送り合うとかあるいはあの詩が日本に比べて身近だというようなことはあるのかなってちょっと思ったもんですからその辺いい、かががでうありがとうございますあ。まさに本当におっしゃっていただいた通りで私もあの常日頃そういう日本における詩の在り方とハンガリーにおける詩の在り方 いいっててうのをあの感じていますあの何かの機会があるにあることに何かこう自分の気に入った詩とかその機会に合った詩を例えば送り合うとかそれから詩集を送るとか、えっと、これのハンガリーではあの日本に来られたら本当にあのよく目にすることですしあとは本当に小さい時から独をするっていうのはこの文化はちょっと私にとってもすごい新鮮でもう5歳児の幼稚園児から、まあ、ペトフィア ししますし本当そ,それからもう小学校でも中学校でもなんかこうまあ全部じゃなくてもこうスッとこう出てくる一フレーズっていうのはたくさんハンガリー人の中にあると思うんですよねでも一つはそうやって大変身近にあるということとあとこういったその詩人がまあ歌ったある一節であるとかある詩が。 その,その社会の人々の心をこうぐっと一つにまとめ上げて何か一つの方向へ持っていくっていうか、まあまあ、ちょっと言ったらまた政治的な力というかそういったものが文学や詩が持ってるっていうことのこの強烈さというのもあの私本当になかなか日本文学でどこまであるだろうかなってこう思うんですよね。こう とてもこう政治的かなと思うような文学者であってもまあ分からないですけど三島由紀夫であるとか分かんないですけど、ね、あの何かそれがこう社会を動かすようなみんなを一斉に動かすようなものになるっていうのがこうちょっとそこまで想像つかない特にまあ現代の私たちにとっては特にそう感じるんですよね。そのが持つあのこの威力というか 社会に対してです、ね、一般の日常の中で例えばあのラドゥノティの詩なんかでも本当に今でもメディアなんかに、ね、よくいろんな一節が取り上げられるってことをラドゥノティの研究者の方もおっしゃっていてそういった、ね、詩のあり方っていうのがあの私たち日本人からするとこうちょっと驚きっていうふうに感じています。それを私あのハンガリーの文学研究所に言うと そうでないのが驚きって言われてしまいました <laughs> ねなのでまあそれぞれなのかなと思いますありがとうございましたはいあじゃあ,あちょっともう実感ですかねそうですねあと一分になりました <laughs> はいあもしよければどうなったかたあありがとうございます、はい あのアディさんのあの、えー、と反戦的なあの思想というのはその生前はあまり受け入れられなかったということだったんですけど、あのその死後のあの需要のされ方などについてお聞か,お聞かせいただければと思います。あ、ありがとうございます。えーとあのアディはあのその後ですよね。あのえーと。 やっぱすごく大きくあの戦後になるとあの大きく評価されて本当にもうペトフィード並ぶ、えっと、国民詩人というふうにしてあのとても大きなハンガリー文学の中で大きな存在になりましたであの、まあ、学校教育でも今アディの詩っていうのはたくさん取り上げられていますしやはりその、まあ、反戦平和っいう ね、ということとそれからハンガリー民族としてのこう強い民族意識っていう両方ですよねえがやっぱりあのアディの,やっぱりこうあの戦後も評価をずっとされていたえというふうにえっと思います。で、えっと、でもその後なんかどうなんだろうとかって思って、まあ、私もちょっといろいろ他のハンガリー人の研究者の方に聞いたりしたんですけどもやはり大変この政治的な問題って でか政治的なニュアンスっていうか足の中にあるのはなのかやっぱりその後こうハンガリーの中のこう政治が変わっていくといろいろどんどん評価も変わっていくっていう面が、はい、強いんですよね。そうするとその例えば、えっと、戦後、まあ、社会主義時代には反戦平和さらには、まあ、なんていうかこうちょっとこう社会主義的なこう平等であるとか。 そういったものを大事にしていたアディっていうのはもうぴったりとこう社会主義時代にははまるんですけどその後その社会主義も否定し それから例えば反ユダヤ主義なんかをすごく嫌っていたアディなんですけれどもちょっとこう反ユダヤ主義的ななんかこうちょっと嫌な感じがちょっと最近ちょっとくすぐるようになってきて反外ではそれからまあナショナリズム的なものもちょっと高まるようになってくると今だんだんそのアディンの評価がまた変わってきてちょっと厳しくなってきているあのまあその今の政治の中でそのアディについてまあ,あまりよく思わない あのちょっと例えばデカダンであってまあ、ちょっとそういうこうちょっとこうモダニズム的な要素もすごく多いんですけどもあのちょっと大敗的でデカダンでっていうあのそんなところをこう強調してあのこうアディの,あのその他の面をまあ まあちょっとこう過小評価といいますか今までのように評価しなくなったりとそういうふうになんかあのやはりハンガリーってこの政治時代と政治の変化によってんかそれもあのとても日本人からすると不思議な気がして例えば私たちがいくらその政権交代があってもでしょ例えば。 夏目漱石についての評価が政権交代で変わるかってとそういうことってないと思うんですよね100年前の作家がそういうところがその、まあ、逆に言うとそのハンガリー文学ってすごくハンガリー人のやっぱこう生活とか考え方とかこうなんかもう,こう体の中にやはりこう話せないような状態になってあ,のあるんだなっていうことを思って。 なんか私もちょっとまだまだあの勉強しないといけないなって本当には理解が深まっていないなって自分でも本当に思っているところです。いろいろご指摘ありがとうございました。とっても本当に興味深いテーマです。ありがとうございます。